ビントラ派は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属す、マチソンで、軍庁所在地のバイロイトの北に隣接する。現在の町名、ビントラ派は、スラブ語の、ルーキにその起源を持つ。ルーキには、撃つ、倒すという意味の動詞、トゥルーキが含まれている。この語を、意味に即して訳してみると、木を切り倒した人たちの村となる。この語が、 ピントラーク、ピントラーク、ビンデリッチ、そして最後にビントラークとなった。1178年4月6日の私文書にビントブックとして、この街が初めて言及されている。最近の研究ではビンドラッチは小作戦後のバイヌトラカに由来すると言われている。これはビンシンロッチー、すなわちイグサで覆い尽くされた池と解釈される。800年頃に、 カール大帝によって追われた、ザクセン族がこの地に入植したとされる。ホーエン・ソレルン家のバイロイト公領の一部として、ビントラ派は、1807年のティルジットの和訳によって、フランス領となり、1810年にバイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体となった。 1992年の発掘で、シュライフ・ミューレとアラースドルフの間から、紀元前450年頃から存在していたと、ケルト時代の入植地跡が発見された。1997年には、グリーンス住宅地の近くから、ハルシュタット期から青銅期時代の大量の壺などの陶片が出土した。これは、ビントラ派の地域に、前世時代から人が住んでいたことを示す。 決定的な証拠である。この町は公式には35の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。聖ワルトロメ協会、ビントラ派周辺には多くの遊歩道が設けられている。そのうちの一つはホックシータの勝利島周辺をめぐる。休憩所が設けられた高原からはビントラ派を見下ろす見事な景観を楽しめる。また、 遊歩道には、左岸の渓谷に挟まれた、冒険活撃の舞台のようなところもある。マウンテンバイクも利用できる。他には、フィヒテル山地方向に向かい、奥前コプフ周辺をたどる、遊歩道も整備されている。ビントラ派の眼前に伸びる、フィヒテル山地では、バイエルン北部一帯に、多くのウィンタースポーツ施設が用意されている。ケーブルカーが設けられた奥前コプフには、スキージャンプ台、 夏用、冬用のリュージュコースの他に多くのスキーゲレンデがある。また、総延長1 0 0トルのクロスカントリースキーのコースももちろん整備されている。ビントラ派は水泳、潜水、水浴びに最適なキースバイハー湖に面している。バイロイトにはローエングリーンをテーマとした冒険型の屋外プール施設や屋内プールもある。 チェスクラブ TSV ビンドラッチアクシュナーは、チェスの連邦リーグ一部に所属している。ビンドラハ駅の信号上、ありがとうございます。